はい、こんばんは、ドンチャンネルです。3月26日の、まあ、深夜なんだけどさ、あ、そうそう、映画の感想いきます。タイトルはベイビーワルキューレ、ベイビーワルキューレって知ってる人は知ってると思うんだけど、これ、劇場の公開をね、自分、見逃したんですよね。なんか一部のファンからはなんかすごい面白いということを風の噂で聞いていて、見に行こうと思いつつもね、ちょっとタイミングを逸してしまって見えなかったんだけど、ちょっとあらすじいきますね。これ2021年の7月30日公開、社会に適合できない女子高生殺し屋コンビを主人公にした青春バイオレンスアクション。高校卒業を控える女子高生の千里と真宙は、殺し屋という裏の顔があった。彼女たちは組織から委託される人殺しはそつなくこなせた一方、日常の生活能力は低い上、公共料金や年金、税金などの支払いが遅れることも少なくなかった。それでも千里はかろうじてアルバイトをしていたが、コミュニケーションそのものが苦手な真宙は徐々に嫉妬心を描く。で、まあ、二人の仲がちょっとギクシャクするっていう感じ。で、なんで今日感想動画になったかというとさ、Unext でね、配信してるのを見つけたんですよ。あ、これ見たかったやつじゃんと思って見た。そしたらさ、タイミングよくさ、ベイビー・ワルキューレ2ベイビーっていう続編がもう今上映されてるんらしいですね。で、自分は近々、まあ、それも見に行こうと思ってるのと、あと劇場で見たさ、岡室さんっていう、まあ、これもサスペンスホラー映画のがあって、それに、伊沢沙織さんがね、出演されていて、その時自分もう思いましたよ。まあ、この人すげえ、アクションすげえって、なんか僕たち世代、今年還暦を迎えた僕たち世代からすると、長渕剛の奥さんになった、なんだっけ、志保美悦子さんのアクションを彷彿とさせるような感じでね、いやーすごいなと。で、伊藤沙織さんと、高石エコーストープ、あともし高石さんっていう方がね、ペアなんですよね。で、なんて説明したらいいんだろう。まあ、この手の映画の系譜っていうの、まあ、古い話をすれば、セーラー服と機関銃、まあ、セーラー服の女子高校生が、まあ、ヤクザの組長の後目になった。で、機関銃をぶっ放すシーンが出てくる。まあ、あの構図じゃないですか。で、あと、僕が気に入ってるやつで言ったらさ、ガンスリンガーガールですかね。ヘンリエッタ、ね、可愛いキャラが出てくるやつ。あれも、まあ女子高校生、まあか弱き女なんだけど、女の人たちなんだけど、銃を持たされてしまうっていうね。あと、殺し屋が、まあ一般人の社会に入ってくるっていうやつで、まあこれは美少女ものじゃないけど、岡田准一さんがファブルをね、うまいこと演じてましたよね。で、最近では橋本環奈さんが、専門学生なんだけど殺し屋っていう設定でバイオレンスアクション、ファブルとかバイオレンスアクションは自分感想動画を上げてます。で、ね、なんか一つ間違ったら全く面白い B 級映画になるんだけど、まあ
2が作られるということは、まあ、1が受けたっていうことじゃないですか。受けた原因は何かって自分考えてたんだけど、やっぱりなんていうと、こう、2人のボケとツッコミじゃないんだけどさ、今時の女子高校生とかは、ああ、こんな感じなんやろうなっていうのがね、察することができるんですよね。うん。その辺の面白さかなと思うんですよね。で、伊沢沙織さんとか、劇中ではコミュ障の私みたいな立ち位置なんですよね。で、なんかセリフもなんかボソボソボソっとしか言わないし、よく聞き取れなくてちょっとイラッとするようなところもあるんやけど、まあ、平素はそんな風なこうコミュ障の女子高校生で、二人が高校生を卒業して同居生活を始める。でも、まあ、生活力はない。でも、人殺しはそつなくこなすっていうところでさ。で、あとさ、組織だって、まあ、人殺しを受け合う組織があって、そこから、なんていうの、こう、業務委託みたいな感じで、暗殺の指示が来るっていうのも面白いと思って、なんか、殺し屋組織のエージェントみたいな人が二人になんかいろいろ打ち合わせで話をしているところがまた面白かったりするんですよね。で、これってどういう設定？まあ、こういう組織って本当にあり得るのかなとかさ、そういうのをなんかこう知りたくなる。だから今上映中のベイビーワリキューレ2ベイビーで、その辺のところはもうちょっと深掘りしてもらえて、まあそれがまた受ければさ、まあこういうのがシリーズ化していく可能性もあるじゃないですか。で、暗殺する人、される人が入れ替わっていくみたいなね。うん、まあ必殺仕事人っぽいといえばっぽいけど、まあ全然こう雰囲気は違いますよね。で、僕だけかどうかわかんないんだけどさ、YouTube で、あれですよ。新しい学校のリーダーズっていう4人組のなんか、ダンスパフォーマーみたいな人たちの動画がしょっちゅうおすすめで来るんだけど、その人たちが主題歌を歌ってるそうですね。まあ、それもちょっと楽しみ。なんか舞台挨拶もちらっと見たんだけどね、あんまりこう事前情報を入れずに見に行こうっていうタイプの人なんで、まあ一作目のベイビーワリキューレは面白かったですと、伊沢沙織さんと高石あかりさんのコンビのこう微妙な雰囲気は面白い、で2ではまあ前回からまあ時が流れた二人が、じゃあどうなっていくのって、また喧嘩するのとかさ、あうんの呼吸でうまく生活できるようになるのとかさ、今度はどんな仕事が舞い込むのとかさ、そこのところが興味ですね。まあこういう娯楽作品はさ、もう鑑賞して、その没入できたかどうかとか、スカッとできたかどうかとかさ、もう、言い悪いのもそれだけなんでね。で、お二人がさ、僕、実年齢が、いくつかも知らないんだけどさ、結構ね、伊沢沙織さんの顔つきがね、ちょっと変わって見えたりするんですよね。で、彼女やっぱ鍛えてるから、こう、上半身とかがね、ムキッとしてるんですよ。その、ムキッとした、から体格なのに、メイドの服装をしていて、そのメイド服が全く似合わなかったのが面白かったりしたんですよね。高石あかりさんは、かろうじてこう、メイドっぽいことが言えるんだけど、伊沢沙織さんは全くダメみたいなところで笑いを取ったりしてたんですよね。まあ、だからそういうこう、熱量をまた、2の方でもね、保持したまま弾けてほしいな、みたいな感じがしております。
はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。